スナックめっちゃ好きなの、うん、私もスナック好きです。そう、人が歌ってるんです。うそー、それはレトロ趣味でしょ。行かない、ほんと行かない方がいいって。スナックとか、うん、スナックは連れて行かれるってこと。いや、なんか友達と飲んでる。あー、それ一番良くないよ。これは自分を付近のように絞った。なぜ絞る。車は分かってくれると思うのよ、はいはい、あの先輩おじさんおばさんに連れられてのスナックで、でもなかなかおつですね。僕ありだと思います。若い人の人生勉強で、はいはい、若い人がスナックに行って、これスナックいいよね逆にみたいなのは、スナックを本当に好きなおじさんたちが居場所なくなるから行かない方がいいって。なんか若い人のとこに俺たち世代が行くのと一緒だって。ただ嫌じゃん、そこしかないんだから。そこに若い人たちが今の感覚みたいに来たら落ち込むて。本当そうなんですか。落ち込む落ち込む、うん、でもその知ったこっちゃないんで僕は結構あの向こうが、僕はすけど、僕は別におじさんが自分たちの場所に来ても別にその勝負だと思ってるから、全部おお、あの駆逐してやるとも思ってます、ちょっと。だから最初に言うと、いや、スナック行って、いや別にそこまで行こう、スナック行って駆逐はただの攻撃じゃない。だって、いや、まあ、駆逐は言い過ぎましたけど、はい、いやあのそこしか居場所がない人いるかもしれないですけど、別にでも空いてるから行っちゃうし、僕らも僕らでなんかそのもっと下の世代から、多分カラオケボックス世代から、このおいらカラオケボックスからちょっと追い出されたみたいなところはあるんですよ。トイレとかがもう汚れてたりとか、なんかもう廊下でもうベロベロにもうガンガン飲んでるやつらとかがもう床ベタベタみたいな場所に、大学生の頃は我慢できたけど、ちょっとやっぱ嫌になってきて、でもなんか歌を歌いたいという欲求だけがさまよった挙句、自然になんか選択肢としてなんか行ってみると、なんてこのちょうど居心地いいんだみたいな、うん、心から思ってると思ってます。心から思ってる。人が歌ってる時に喋れるし、うん、そうそうそう、なんか歌うだけ、しかもカラオケボックス行っちゃうと歌うだけになっちゃったりとかするから、はいはい、はい、でもカラオケボックスで曲途中で止めてなんか一回喋る時間ってちょっとなんか違うじゃないですか。あ、強制的に誰かが歌ってる時に歌えないみたいなのが嬉しいんですよ。そう、ちょうどいい。なんかなるほどね、はい、もう酔っ払ったカウンターのおじさんがなんか連打して何曲も入ってるとかの間に、まあ今は今でまあ喋ればいいかみたいな、うん、その中年の人たちは別に楽しんでんだ。楽しんでます。いや楽しんでます。でむしろなんか合わせようって必死じゃない。歌い始めるとなんか、はい、みたいな感じで盛り上がってくれた。そうだ、いやなんかごめんね、はい、おじさんおばさんが喜ぶと思うんですよ。あ、車とか三谷が来るの、はい、俺おじさんおばさんっていうのはやっぱいろいろあって老いた人たちな、あなたたちより、はい、にはちゃんとなんかがっかりさせてほしいというか、そのあなたたちが行くことでまだつながってるって思うじゃん。この時代もあったわ、忘れてた。なんかそれはなんか断絶してほしいよ、異文化交流みたいな。異文化交流はこっちにとってはいいけど、あっちは嬉しいだけじゃん。そうだそうだ、やっぱり年を取ったんだっていう絶望を与えたくない。おじさんたちにいつまでも三谷さんなんか来たらさ大喜びなのよ、おじさんたちは、うん、はい、でも絶対感覚は違うわけで、はい、新しいから、はい、僕たちは新しいっていうのを出してほしい。いや私たちが例えばそのスナックに行って、はい、例えば竹内まりやさんとか歌うじゃないですか。もうやんなくていい、やんなくていい。喜ぶだけだから、あの人たちは老いぼれていくべきなの。でもそうすると老いぼれていくべき場所であってほしいのよ。なのにあなたたちが来ることで活性化するじゃん。活性化いいじゃない、活性化させたじゃない、いいじゃない、活性化していけばいい。俺はそれはマジで思う。自分が年を取っていることを認めてる芸風じゃないですか、はい、だけどいつまでも若いっていうのが許せないね。えでもなんかそうすごいなって思うのが、そういうスナックにいるようなこのおじさまとか おばさまって、はい、アドさんとか歌うんですよ。だからもう気持ち悪いじゃん。あのなわけないじゃん。アドなテンションにならないのよ。燃料を上げるな、こうやってアド歌うんですよじゃないよ、得意芸人。でも本当に歌うじゃないですか。餌あげてアドなわけないじゃん。でもそれがなんか私は素敵だなって思うんですよ。アドじゃないじゃん。俺もう肉とかいっぱい食ってるから、もう綺麗なスタイルして背丈まで、俺穀物ばっかりの世代でさ、背も伸びなくてさ、イライラするんだよ自分の背丈が。そんな世代じゃないです。いや穀物だって。それは戦時中とかでしょ。いや本当背が足りねえのよ俺。穀物の人がアドなわけないって、マジで。この続きは TVer、ABEMA で配信中。若者とカラオケに行った時、歌える曲がないことに引っかかるというおじさんからの投稿。じゃあ例えば3人で行ったとして、
リアルに会話をしようっていう空気作るかもしれない。あ、カラオケボックスで。歌ではなく。歌ではなく。え、でも聞きたいです、中野さん。聞きたいです、せっかくなんで。聞きたいです。でも分かんないと思うもんっていう。もう分かんないと思う。俺楽しいのもう聞きたかった歌とか言って。あ、でも結構ね、あの昔の歌とか我々知ってるっちゃ知ってるんだけど、はい、しかも音楽お好きだから。ね、確かに。ね、俺をいじってんのかっていう。長野車の引っかかりニーチェ、今週は長野がお怒りです。